こんばんばはママのオムライスを食べて今今なんですけどちょっと今食べてすごいお腹いっぱいになっちゃってちょっと眠くなっちゃいましたうんちょっともう眠いかも。 <laughs> え絶対に電波悪いよね眠い電波悪いのまた本当にやめて。 あの今日はみんなにおすすめのゲームがありまして <laughs> ゲーム回しもんじゃないんですけどちょっと本当に今ハマってるゲームがありまして「あのクッキングフィーバー」っていうゲームなんですけど <laughs> はいあの皆さん多分一回は広告でなんかの広告で流れてきてあの「罰ってやってると思うんですけど「あのクッキングフィーバー」っていうゲームが本当に はまってしま,っていまして今はいえっと簡単に言うとですねあのハンバーガー屋さんが最初なんですけどもいろんないろんなお店があるんですよいろんなお店屋さん飲食店みたいなのがいっぱいあって最初はハンバーガー屋さんなんですねでまあ本当に簡単に言うと こう客のお客さんが来てお客さんの要望のメニューを作って出すっていうゲームなんですねそれがもう本当に楽しくてはいあのー、本当に神ゲーですね神ゲーすぎてちょっとみんなに今あのー、やってほしくて。 とりあえずジュリーは洗脳することに成功しましたクッキングフィーバーです <laughs> そうあのランドさんもさやサヤさんもやってらっしゃってあのでも最初私普通に広告で出てきてあ入れようって思ったらさやさんもやってたっていうこの素晴らしいですねそう。 やってもらっていいですかあの、私の正体からやってもらってもいいんですかそしたらジェムが25個もらえて。ちょっとみんなに招待送りたいんですけど <laughs>、どうしたらいいんだろうかな。私の正体からアプリ入れていただくと、あの、ジェムは私25個もらえるんですよ。ジェムがないと、ちょっと次の店、あの、開けられなくて。 あの私もうハンバーガー屋さんは全クリしてしまって私結構完璧主義なところが変なとこ完璧主義なところがあってあのー、もう星3つじゃないと星があってねなんかさゲームって星何個あるじゃん何個とかあるじゃんでもそれ3つじゃないと私気が済まないんですよだからあのー、全部3つにして全クリしてやりましたよもうね今私がやってるのは スポーツバーと、中華料理屋もやってます。あとは、パンケーキの裏返しをやってます、最近はそう。マリオとかもそう、コイン3つ集めてて、でも私、マリオは、あんまり得意ではないですね。あの、好きなんだけど、楽しいんだけど、私、ちょっとなんか、そういうゲーム向いてない。なんか、本当に単純作業。単純作業系が本当に好きなので、テトリスとか、 だからそういうゲームがあったら教えてほしいですあつ森とかダメあつ森とか本当に NG 私育成ゲームもが本当は得意ではないんだけどでもやりたくなっちゃってやっちゃっていつも天使にさせてしまうんですねじゃみんなクッキングフィーバーやってもらっていい今日ちょっと愛ちゃんにあのリンクを送って。 っていうスタンプとあのリンクだけ送りましてやってくんないかなパワーウォッシュシュミレーター何それあれかなんかこの掃除みたいな <laughs> 掃除するゲームえ待ってそういうの大好きなんでパ,パワーウォッシュシュミレーター待って覚えておかないと あとでさ配信終わったあたりぐらいにさみんながやりあの面白いゲームあマイカさんが言ってるやつかマイカさんよくさあのなんだっけあのねや言ってるよねスマホでできるやつがいいなできれば。 スマホでできるそういう単純作業系のゲームあったら教えていただきたいですでも私がゲームハマるなんて本当に本当になくて私ゲーム本当にはまらない人なんですよ難しくて私じゃあ楽しいんだけど難しくていつも途中で無理だってなっちゃうタイプなんですけどあイコノージャパズルをやってるよ私 のパズルパズルとか好きだからパズル系はいけます永遠にそうクッキングママもうなんか名前だけでおもろいなミーハヤはマイがずっとやってるけど私はあれはハマらないですね <laughs> 普通にむずいその質問がわからないっていうことで無理ですね シェアするの忘れてたじゃあみんなが面白いなって思ったあのー、ゲーム教えてください「つむつむ」は昔やってたけど今やってない「たまごっち」は開いてないっすね正直 <laughs> ちょっと開いてないっすねごめんなさいあちょっと開くのも怖いですね かないよねね絶対ねもう多分1ヶ月ぐらい1ヶ月は経ってないかなでみっちゃんがずっとねあっアンスターだっけなんかリズムゲームみたいなやつをね移動中の車でずっとやってたよ一緒に座っててずっとこうやってこうやってやってたあベーコンは一時期ハマってたけどむずくなって離脱って感じですね 私もそういうなんかリズムゲーム系やりたいなだってさ私さ「アイカツとか「プリプリティリズム」とかめっちゃやってたからそういうあれだよねやりたいなじゃあ「ソーセージレジェンド」あとこの前映画行ったよって言ってたじゃないですか で待ってハイキューですかみたいなハイキューですよねみたいな。もうハイキュー見てくださいみたいな。えハイキューもしかしてハイキューみたいな感じでいっぱい言われたんですけど違いますごめんなさい。<laughs> 私はハイキュー見たいの。ハイハイキュー <laughs> ごめんなさいまた,また怒られるみんなに。ハイキューね。ごめんなさい。ハイキューは見たくてあ見たいんですけどアニメを頑張ってみようと思ってなんか。 ファンの人の中でもなんか「配給ガチで」みたいな <laughs>。あって「配中」しね <laughs>。ごめんなさい配給ね。あのファンの人の中でも「まだ配給見たことないです」って言ってファン同士で喋ってる会を見て待って本当に見てくださいみたいな。「配給は多分人気だから上映期間長いから今からアニメ見ても間に合うよ」みたいな書いてて「ああじゃあ私も見るか」と思ったんですよそれを見て。でもちょっと1話の10分過ぎくらいでまだちょっとそっから見えてないっていう。 私本当にアニメの,その序盤が嫌いで <laughs> アニメの序盤で終えちゃう人なんですねあのー、面白くないと最初から面白くないとは <laughs> いっていう感じなの私銀玉好きです銀玉銀玉はさやっぱ1話完結っていうか1話ずつじゃないですかだからあれ面白いあと分かりやすいあのこ,これが誰とかが分かるからコナンとかも好きです コナンは普通にむずくてどういうことって思ってなっちゃう時はあるんですけどあの見れますねやっぱそういう1話完結系は結構頑張って見れる <laughs> そう「銀魂はあの私「銀魂っていうアニメ最初全然知らなくてでアニメ好きな友達に、えー、なんか初心者でなんか見れるアニメってなんかないかなみたいな言ったらあ「じゃあ銀魂じゃない?」みたいな。 銀魂だったら1話ずつだし見れるよみたいな感じで教えてもらって一緒に見たんですよそれをそしたらなんかその友達が「これはこの人ね」みたいな「これはこの子だからね」みたいな全部説明してくれたから「あーなるほどね」って言って見えたんですけど多分それも多分2人か1人ついててくれてなかったら <laughs> 見れなかったと思うんだけどちょっと難しくないそう。 あそれで何の映画見たかっていうとあの「変な家」っていう映画を見たんですよ。私あれね、あのー、予告テレビで予告やっててでなんか普通になんか推理系なんかミステリー系だと思っては私こういうの大好きって思って見に行ったらホラーだったんですけど本当に怖かったんですけど私ホ当ねホラー無理なんですけど <laughs> なんかあの本当に何も考えずに、あのー、見に行っちゃったんですけど。 <laughs> なんか隣の人とかあの始まる前に「楽しみだね」みたいな友達と行った友達と「あ楽しみだね」みたいな言ってたらなんか隣の人たちが「待、ま、って本当怖いかも」みたいな「え待ってもう本当に怖いかも待って本当に途中で帰るかも」みたいな言ってって「えみたいな「待ってこれって何か変な家があってその家は何なのか?」っていうのを推理するとかあとはなんかその殺人事件が起きて。 それはなんで起きたのかっていうのが推理するとかそういう系じゃないのみたいな思ってそしたら普通に怖いんですけどえ、しかもなんかじゃなんか本当になんかねちょっと私難しかったなんかこれは何なのっていうところがちょっと何個か疑問点があって <laughs> あのー、うんなんか 結局このこの方はこれどういう感じであなったのっていうところの疑問点で終わったのでまあ怖かったんですけど最後の最後終わった感想としては怖いよりもちょっと待ってよく分かんなかったなっていうので <laughs> 終わっちゃったんですけど私はちょっと頭が悪いので多分頭が悪いせいですね。でもねあの見ない見、ね、あの怖いとこ見なかったから多分見てないのも悪いね私が。 こう目もう耳も目も耳もこうやっ,てやって見ざる聞かざるみたいな感じでやってたから多分うんそれが悪いねうんあそうそうだよね小説がなんか映画になったみたいなやつですよねじゃあ小説買おうわ小説買いますねうん私本好きなんですよね一回本ハマったらもう一生読んじゃうみたいな感じだけどそう でもねあのホラー好きな人は面白いと思うのでホラー好きな人は見てみてくださいでもほんとに怖い怖い人はあホラー無理って人はちょっとうん感じかもねーそう私図書委員長ですから本当に <laughs> アイバイなな <laughs> あいばいおなのしあでもドラえもん見たいんですよ今でもドラえもん見たいんだけど誰も一緒に見てくれなくて みっちゃんとあいちゃんも見たじゃんもうだか,らだから誰か誰誘ったらいいか分かんなくてドラえもん見たい人でそんないなくて周りにうん図書院長んでなったのか私もわかんないうんでも私図書室好きだったの図書室が本当に好きで私が好きなあのあれば渡り廊下と図書室と保健室が好きですねそう みっちゃん多分2周目も OK してくれるホン渡り道具あ,あったんよ私のね学校はでも私要求じゃなくて要求要求陰キとかちょっとよくわかんないんだけど私は割となんか真面目なところは真面目にやるし楽しいねちょって時は楽しいって感じなのでちょっと臨機応変に対応できますだからねどっちとも仲良くなれるよ ちゃんと私だって、あのー、なんか、そういう委、委員会の委員長が集まる、なんか、学校のなんか、なんか話し合いみたいなやつとか出てたんですからね。ちゃんと、成果報告とか読んでたから。えっと、図書室は、えっと、えっと、図書、図書委員会としては、えっと、えっと、来館者が最近ちょっと減っているので、あのー、 なんか呼びかけとかポップとかを作って来館者を増やしたいと思いますとか言ってましたねはい <laughs> そうあとあとは朝の懲会とかであの新海かららお知らせですえっとこ今月の今月から夏休みが始まるので夏休み 始まるんですけどあの図書室はやってますのでぜひ図書室来てみてくださいあーあと返却してない方はちゃんと返却してくださいねってやってましたからはいでもじ、ね、ゃ院長何でなったかっていうと普通にじゃんけんんけけでで負けたんですね私やりたかったわけじゃないんですね あの私のななんかさんでな,なんで,だなんでだのって感じなんだけど図書委員会って結構真面目で「あ委員長やります」みたいな感じが集まると思ったら全然誰もやんなくて「待って待ってじゃんけんしよう」ってなって <laughs> はい負けましたもうねでも私結構まあま委員長向いてるんじゃないかなみたいな思ってたりもしましたけど <laughs> はい <laughs> 私は全然やる気はなくてあ,あ副副院長とかだったらやりたかったんだけど委員院長は無理だなと思ってたんですねでもまあまあでもねまあい,いい院長だったと思います <laughs> はいでも中学校の時にあの院、ー、長だったんですけどあ違うあれあ そう中学校の時に院長だったんですけど小学校の時も図書,図書院でしたでも院長とかじゃなくて普通に普通の平社員だったんですけど平社員 <laughs> 普通の人だったんですけど私はもうずっと図書院だったねだから高校も図書院だったでも1年生で図書院やったんですよなんかえ で全員入んなきゃいけないものだと思って「あじゃあ年上いいんで」って言って年上になったんですねそしたらなんか2年生になったら「なんか委員会はなんか全員がやらなくてもいいんですよ」って言われて「えじゃあやらないけど」ってなってやめました <laughs> はいそうなんか中学とか全員参加じゃん委員会なんか何かしら入んなきゃいけないじゃんでも高校に入ったらなんかやんなくても OK みたいなわかるなんか そんななに委員会がないのよだから「あれもしかしてなんか委員会何入ってる?」って聞いたら「え委員会やってないよ」みたいな「えやってないってありなん?」ってなってえ「じゃあ大丈夫!」ってなってやめましたね <laughs>。うんやらなくて「委員会!」ってなってやめましたね。そう私の高校はねなん,かなんかよく分かなかったけどやらなくてもよ,くよかったんですよね。 あちゃんと1年生の委員会を全うしちゃんとやり終えてから2年生になって2年生やめますってことですよ途中で「いやーむる理とかじゃないですよあっ神保ありがとうねみゆアイラブユありがとうケンレイもありがとねサイン会も神保もありがとうあけケンちゃんありがとう ユカチありがとうこちらこそありがとうねゆかちもっぴー結婚していいよ荷物ありがとうこちらこそありがとう助手席乗せてねょうかわいいありがとうマラびももちありがとう桜もちありがとう栄田お疲れありがとう大丈夫熱あるの アンお茶結婚してうーん3位以下来てくれなかったねダメですカホありがとうこちらこそカホありがとうねあカホが言ってたやつちょっと調べるね後で送ってくれてありがとうねリッチありがとうリッチもありがとうトッポギモモちゃん大好きクラブ結婚してダメユうキありがとう私もこちらこそありがとうね あ,あ。お風呂が沸きました。県内ありがとう。四月のオンライン、楽しみ、ありがとうね。ね、三十九度超えるのやばく。え、四日間も三十九度超えるのはやばくない。え、病院行ったえ、病院行ってくんない?。病院行ってよ、ちゃんと。サイン会、お仕事終わらなくていけなかった、ごめんね。あ、書いたよ、お名前。本名、フルネームで。<laughs> ありがとうね。届くの待っててね。お仕事お疲れ様私は生徒会は入らなかったですね。そんな、そこまで、あの、私なんかがやっていいものかっていうのことで、やってなかったです。<laughs> ショールムのサイン会ありがとう。 ゆうかのと一緒に撮ったなまあいいでしょう,もう病,院病院ってなんかね体調ある時に病院行くのってさむずいよねどうしたらいいんだろうねだるくてさもうさ外にも出れないっていう時はさどうしたらいいんだろうね病院が来てほしい確かにね 回早く取ってください次の申し込みで取って最近気になってます嬉しいありがとうございますえー、っとぴょんこちゃんありがとねクマえっとみおりん結婚していいよみおりんのアバターかわいいマイメロヒロネコ結婚していいよありがとねヒロネコも なんか焼肉食べてたでしょめっちゃ羨ましいんだけど焼肉食べたタン食べたいルもありがとうありがねサイン会ありがとね,会 <laughs> ありがとねお話し会とかいっぱいってくれてあの NIG フェスがもうすぐですね次のライブは NIG フェスなんですけど みんな来てくれるかなお洋服そうエヴリンさんのお洋服です見てここが開いてるんですよほらみんな好きそうやぶけてないです <laughs> そういうデザインですからやめてくださいねそっか平日か普通に えさこうこういいい感じでいいえこれちょっとさあんまさブリブリしてなくないもうちょっとさもっとなんかもう絶対着ないやろっていう感じのやつ貸したいんだけどこれりささん着てらっしゃったよね多分あのツーショット回でこれのピンクバージョン。 でレノンのさロングのさ赤髪あれさウィッ,ッグなのにさなんか違和感全然なくてびっくりしたんだけど本当に染めたのかと思ったなんか私もハイトーンとかお話し会いとかでやりたいんだけどでもなんかお話し会でやるのももったいなくないとも思っちゃうんだよねなんか本当に染めた時のびっくりがなんか薄れるかなみたいなそう。 でも私はレノンはどっちも似合うけどショートが好きだなやっぱりなんで今までショートをやっ,やってなかったんだろうってぐらい本当にショートが似合うよね違和感ないよね私は楽曲でいきなり金とかピンクとかにしてみたいなうん ででもも私結構黒髪も好きなんですよね、まあ、まだ18歳だしまだやらないかな初期の長さも見たい初期の長さってどのぐらいこのくらいこのぐらいかなあんま分からんこのぐらいだっけなんか結構初期短いよね私でも本当はこはボブにしててボブにしてて それが伸びたって感じだからそう私クラ好きなんですよねえ片上はやばくないえそんな短いっけ今はこんなにありますそうめっちゃの伸びたよねそう思ったらうんボブ ボブ似合わないんだよね, <laughs> ねでもなんか今日この服着てるとさなんかすごい OL って感じするんだけどすごいお姉さんなんだけどうんなんか違うよねやっぱりやっぱロングなんですよ。もう私はロングなんです そのっぽい全然大人になりたくないでしょ私全然もうまだ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 ねわままいいで, <laughs> でもネージャーさんでさなんかなんかなんかこの前なんか普通にお仕事の時にちょっとその時多分私が静かだったんですよいつもより静かっていうかなんかなんか多分疲れてて <laughs>。 疲れただっていうかなんか、まあ、そういうううかかななんんんそ日もあるじゃんみんな普通に「今日はそんなにあんま喋らなくてもいいや」っていう時あるじゃないですか普通にこれでやってたら「なんか今日ももか静かだね」って言われてで「あそうですか?」って言ったら「うんなんかわがまま言わないじゃん」って言われて「<laughs> なんか今日いい子だね」って言われたんですよ <laughs> ちょ「ええー」と思ってちちち「ちょっと待ってください」と思って「なんか今日いい子じゃん」って言われて「ええー」と思って。<laughs> 私ってわがまま言ってんのかなそ普段でも言ってないけどね <laughs> 言ってないけどね私結構ちゃんと「あのはい OK でーす」って感じでやってますけどもいつも <laughs>、うん、でもあの待って待ってちょっと待ってみんなみんな待って一回私さ誕生日の時にさ 今年こそは絶対にアンケートの締め切りを守るって言ってたんですよ。覚えてますか私は覚えてます。なので私は最近は結構アンケート早く出してるんですね。素晴らしい。で、でも <laughs>、でもこの前アンケートが2個来たの一気に。2個を一気にボンボンって来て。で、私1個しか見てなくて、なんか最後に来た方だけしか見てなくて、最後に来た方をもうその来た瞬間に書いて送ったんですよ。そしたら、 あのあの早速ありがとうもう一個もお願いしますもう一個も期限内にお願いしますって来てでもそれ言ってくれなかったら私切れてなかったからもう危ねえって思ってちゃんと言ってくださって私が多分絶対あの忘れると思って言ってくれたんだと思うねえ本当にで仕事できお仕事できすぎマネージャーさんですよ」 だからそれもちゃんとあの提出のねあのー、1時間前なんですけどそのもう一個の方はでも1時間前に出してるからいいでしょ提出期限じゃ過ぎてないからねうんそうちゃんと出しましたから間に合ってますからえ間に合ってるから全然余裕だよそれはそれは余裕だって私は本当はその時本当に眠かったのね 本当に眠かったんですけどでもお昼寝しようと思っててあの仕事が早く終わった日にお昼寝をしようと思って今から寝ようかなって思ったんですけどやばい待ってアンケート出してないって思ってもう本当に眠かったけど眠い目をこすりながらアンケートを出してから寝ましたからもう本当に頑張ってますよ。ねそれ頑張ってるでしょうん。 そう提出期限は結構短い時は本当に短いしあといつもね何て言うのこ,のこ今日中とかあの今日中はないねあの普通に「明日中にお願いします」とかだが多いんですけど「明日中」とか「24時まで24時までに出してください」っていうのがあるんですけどたまになんか「18時まで」とか「20時まで」とかがあってそれを見落としちゃうと。 え待って今日今日中じゃなくて20時までだったやばいっていうのがあるのでちゃんとそれは気をつけるようなかなと思ってます頑張ります <laughs>、うん、今はねアンケートないのであの伸、ー、び伸びやらせてもらってますねよいしょ「マカオの豚きれいありがとうマカオの豚」ありがとね本名で来てくれて。 ワンダフルドッグも、ありがとう、ペンギン。二グ頑張った、ありがとう。アンケート頑張ってます。みユ、ありがとうね、いっぱい。桜餅、パクパク。わらびも、頑張った、ありがとう。かなコアラも、ありがとうね、コアラ。サイン会、ありがとう。で、ミニーさん、結婚して、いいよ。ありがとうね。あれ、サイン会はところで。 どうなっちゃってますの。勇気ありがとう。懸念めちゃかわい,い。ありがとう。フーガもありがとね。いっぱい。今日もありがとね。<laughs> でも、あの。アンケートも、なんかこう、難しいアンケートと。めちゃめちゃ簡単にすぐ入ってくれるアンケートがね、やっぱあって。あのー、ね。 あのー、そうなんですよ。なんかね、やっぱこの仕事をしてると、例えば、じゃあ2周年のアニバーサリーフォトブック、あれにあの一人ずつアンケートっていうかあの <laughs> 質問があって答えるみたいなあったと思うんですけど、あれとかもこう送ってくださいとかあるんですね。まあ、普通にその取材していただくときもあるし、この自分で文字にして 送っっててね時もあるからそれとかはちゃんと文の構成を考えなきゃいけないとかあると普通にむずいんだよね普通に普通に読書感想文かなっていうぐらいちゃんと悩まないといけないじゃん。そんなねあのー、ほいほいほいって言えるのもね違うからちゃんと考えたいしねっていう。うん、でも私は文系なので文を作るのはちょっと頑張りたいと思うんですけど <laughs> でもうん。 私は読書感想文を本当に前日にやる人だったのでしかも読まないし本は <laughs> なんかその強制されて読むの嫌なんですよまあそれが宿題だからしょうがないんだけどちょっと頑張ってなんかそのあのあらすじとかを調べて書いてましたね小学生の時は。てかあの あのー、みんな知ってるかわかんないけどチョコパイのアイス知ってますかねもう超美味しくてあれ本当に今ハマってるんですよあの食べたことない人食べてくださいあのチョコパイがアイスになってるっていうやつなんですけど本当に美味しくてしかも私大好きないちご味のチョコパイあの普通のチョコパイよりね甘くてもうほんと甘いの大好きなのであの食べてほしいなと思ってね コンビニ言ってるかなわかんない。私はね、コンビニで買ってないの、ね。スーパーで買いました。どこにあるのわかんない。コンビニにあるかなえ、甘いんだけど、でも甘すぎない別にそんな。めっちゃ甘くないよ。そうそうそう,そう冷たくても甘く感じになってるのそうそれがすごくて。やっぱさ、暑かったりさ、冷たすぎたりするとさ、なんか味覚わかんなくならない でもな辛いのとかが熱いともっと辛いとかはあるんだけど鹿児島でも買えますかねえなんかさ今鹿児島にいるのなんかお寿司食べてて本当にうらやましかったなんかあの投稿見たせいでお寿司食べたくて今日ずっともう本当お寿司食べたいでそれで焼肉の投稿見て焼肉食べたくなって私って本当に単純なんだよね あの私本当に単純でもうその時見た食べ物が食べたくなっちゃうのだからダメさっきまでねあんなにあれ食べたかったのにちょっとこれ見たらあこれ食べたいってなるの、ね、やだ私は結構一途なんですけど私あの推しとかさ作っても推し編とか絶対しない人だったから もう渚さん一筋ですって感じでやってたんでそう本当と DD じゃないんですよわかる ?DD じゃないんですでもご飯はねやっぱねなんかすぐ食べたくなっちゃうんですよね <laughs> 一緒かじゃないわ <laughs> うーん受ける自分もそうです <laughs> ウソつくな <laughs> ウソつき岩田が出ちちゃううのの中の 嘘つきって言っちゃうよねえあ待ってあっみなとタワーありがとうね桜ってもう咲いてるのまだ咲いてないよねねちょっとお花見行きたいんだけど あいちゃんを誘おうと。<laughs> あいちゃんお花見一緒に行こうね。今さ回やってんのかな。わかんないけど。湊ありがとね。あうちわもう本当に嬉しかった。ね本当にあのうちわをじゃあ NIG フェスで見つけられるようにいっぱいフリフリしてね。ありがとう。みなともう行く 湊とは何かおいしいご飯を作ってきてくれるかなおい <laughs> しいご飯を頼んでもいいですか何 <laughs> かさ何かご飯作ってたよね前何か送ってきてくれたやつ何だっけ何か作ってたよねご飯も作れるのやばくない私もご飯作れるようになりたいな昨日はあゆみつかまらんかったん昨日は昨日って何だっけ 昨日はお話聞いてねだから昨日は会えなくて愛ちゃん帰ったんですよだか私会えなくてもうほんともうダメと思ったら今日会いましてでクッキングフィーバーをおすすめして本当に愛ちゃんこれやってほしいって言って「3回頑張ってね」って言って帰りましたマジでクッキングフィーバーみんなやってお願い <laughs> 全部がもらえるんだよだって ジェムってて本当に難しくてもらうのコインはめっちゃ簡単なのあのコインはもう本当に1回のプレイでめっちゃ稼げるんですねでもジェムはもらえないんです全然インスタで広めたらそれこそなんか回し物になっちゃうからちょっとほんとショールームだけでしか言えないわ <laughs> 本当になんか宣伝背負ってるってなっちゃうからね全然もう本当にただ単に本当に好きなだけなんですけど じゃイコノイジュパズルもやってます。あのー、推しメンさんだけが出るパックみたいなやつめっちゃ引いてる。え、そう、わかる私も一回、あの、イコノイジュパズルやってたやつが全部データが飛んだ時に、もう本当に全部コインがなくなって、もう本当に病んだんですけど、立ち直す、立ち直って頑張ってます。このたん配信してるから、それいうと言ってみてコノタン絶対 そういうういの絶対得意だと思あおさんも絶対得意だからあお、ね、さん本当に絶対あおさん好きだよあお、ね、さん絶対本当に向いてると思うからやってって言ったら「え絶対なんか絶対広告なんでしょ」とか言ってたんですよあおさんが「そんなんじゃないです広告だけどめっちゃ面白い」<laughs> だからねあの広告で損してると思うんですよ。ねあの広告 出してなかったらもっとなんかさ信う信憑性っていうかなんかあやらなきゃってやらなきゃってか広まると思うんだねやっぱあそこに出てきちゃうとあもう広告ってなるじゃんやっぱみんなうーんだからねど,どうしたらいいんだろうねもうもっと広めた確かに <laughs> 広告出してなかったら知らない <laughs> それはそうなんだけどちょっと頻度がちょっとねもうちょっとなくてもいいかなみたいな。 そんなな広告を出せなくてもも面白いもっと売れますっていうゲームですから「クッキングフィーバー」やってくださいうんあわかる広告とゲーム内容違うからダメなのめっちゃ怒かるあのなんかさあのさ待って私わかるちょっとこれいくあの実名は出せない名前知らないんだけどあの <laughs> なんかこう一番上になんかおじさんみたいな人が「助けてよ」ってなってて先生何かこう火とかを頑張って消してなんか下に行かせてあげるみたいなゲームわかりますあれさ入れたら全然違うんですけど <laughs> ねえそ,そうだよねあれ違うよねあれ違うよね <laughs> 私あれえめっちゃおもろいあのゲームと思って入れたら全然違くて何やれと思って。<laughs> でも,でも私そう,いうそういうところが好き広告出してる方のゲーム <laughs> うんあとは最近私があのあのハマってるゲームがもう一個あってあのホテルの経営者みたいなのゲームで,でそれでお客さんを入れて掃除してまた戻ってなんかお金をもらってまた入れて戻ってっていうゲームが広告にあるんですねそれはいつも広告で やってますねあのまだ入れるほどじゃないなみたいなまだ広告でしかやってない <laughs> そうあの広告は多分あの3回か4回とかぐらい一回その広告のない広告内でやってみてあ面白いなと思ったら入れますなのでちょっとあのー、うんまだ入れてない <laughs> そう だから広告さんはもっとあの同,じ同じゲームをいっぱい出すんじゃなくていろんな広告をあの出してもらえると助かります。えあとさなんかさちょっと全然内容をつかめてないんだけどさなんか赤ちゃんとお母さんがいてみたいなでそれでなんかおばあさんおばあさんおばあさんみたいな人がなんか裏切るゲームわかるあれ何 <laughs> あれいつも何って思うんですけどうんえわかるわかる人いるこれこれ本当に怖いんだけど普通にそれはちょっと入れないなと思ってそんな怖い広告誰が入れるって思ってちょっと変えた方がいいなと思って <laughs> 変えた方がいいと思うんですけど <laughs> あれ怖くないあれ怖くてやりたいと思わないなうん ね、それはちょっと思ってましたあと私が好きなのはあのー、あ全然これはこれも広告かなこれも広告で多分入れた普通にもう入れたアプリなんですけどあのなん,かおなんか人が何か何かの上にポンって飛んでなんかこうやってどんどん積み重なっていくやつわかるねもうほんとにか説明下手くそでわかんないね絶対あのー「かんちゃんしゅん」みたいな。<laughs> 分かんないよね絶対分かんないものじゃどんどん積み重なっていくやつに飛んでいくみたいなあと私が一番好きなゲーム私がこれは小学生中学生時代にもう一生やっていたゲームこれがですねあのボールをなんかオレンジ色のボールをなんかこうやってやってあの落とさないようにやるやつあれ本当に好きで。 あのゲーム本当に好き。待ってテンプルランやばい待ってテンプルランは私本当に大好き。もうテンプルランほんにやばい。あの、テンプルランは本当語れない。私、私あれが一番初めにやったスマホゲームかもしれない。テンプルランはもう多分みんなやってるでしょ、あれ。もうあれは、もうあのゲーム超えるゲームないよね。あんなだってちょっと昔だよ。昔なのにあの完成度。あれみんなやってるでしょ。 ね、あとはまあピアノタイルとかかなピアノタイルはもう電動入りだけどそう遺跡みたいっていうか遺跡なのかなんかそういうアドベンチャーみたいなところを走ってんのそう男の人がずっとね、まあ、女の人も選択できるんだけど私はずっと男の人やってってでもああいうゲームってなんか音出したくなるの分かる音出してやらないと何か、ね、やった気にならないのあとは携帯携帯版の「ぷよぷよ」もやってた やりそう待ってやっててたよでもそんな記憶に残ってないから多分そんなやり込んでないかも <laughs> でもやってたねえわかる私意外とこう考えたらゲームいっぱいやってるなえ私こう考えたらいろんなゲームやってないでも全部なんか難しい系じゃないなんかもう単純作業系じゃなきゃできないですちょっと待ってみんなのギフト読みますねごめんなさい私ちょっと熱くなっちゃった ジョニー結婚していいよ。ありがとね。ジョニーサイン会も。みゆ結婚していいよ。ありがとう。シュウマもいいよ。ありがとう。ラブミー・ジョイ、いっぱいありがとね。ラブミー・ジョイも、あの、サイン会来てくれてありがとう。あの、いつもショールーム見てくれて嬉しいよ。本当に。オンラインとかでね、いっぱい喋ろうね。<laughs> ラブミー・ジョイ、いっぱい本当にありがとね。星も。 みっくんありがとうこちらこそありがとうサイン会大丈夫頭痛いの今日雨だから低気圧かなわかる私も低気圧結構やられちゃう人なのでわかるけど最近なんかうん大丈夫になったな小学校は大丈夫だったんだけど中学高校ぐらいあ高校はなんか元気だったんだけど中学校の時はなんか低気圧すごい無理な人だったなでもやっぱ部活やってて部活と塾行ってたからなんかそんな寝てなかったのかなわかんないけど 今いっぱい寝てまーす。<laughs> ローガン、ありがとう。I love you だよー。ありがとうね。こじょうありがとう。可愛かったピンクの帽子。ありがとう。カナト、かっこいい。ありがとう。何がかっこいいんですかなんかかっこいいことしたからね、私。ユー、結婚していいよ。ね、サイン会は結婚はいいけど、サイン会はフーガン、ありがとう。 いっぱいショールーム来てくれて嬉しいひろヒロネコありがとう熊だけど <laughs> ありがとうねまだ焼肉食べてるのね焼肉食べたい焼肉食べたいですあの焼肉屋さんなんていうところですかまあ、見たことないいいな焼き肉ありがとねヒロネコほんとツーショットもだしサイン会もいっぱい来てくれてありがとう いいっぱい名前かけて嬉しかったよ届くの待っててね <laughs> リップも送ってね焼肉おごってください <laughs> おごられ待ち仕事が分かんなくてそうでもでもね今のサイン会オンあのオンライン個別サイン会は今までってた多分さあれだよねちょっと待って えそう今までのサイン会ってあのー、苗字だけだったんですけど今回は今までっていうか私は多分ずっと苗字じゃないかもわかんないけどあのー、イコラベさんのやつは苗字だけだったんですよ私が参加した渚さんのやつは参加できなかったやつは山田さんって書いていただいたんですけど <laughs> あのー、私たちは今あの本名全部書いてるのでなんかお名前も書くよっていう。だかかららね頑張って書くから そうフルネーム書いてるよえっちょっと全然全然だよ全然大丈夫だよありがとねちゃんとあの時間内に終わってるから大丈夫だよありがとねもうそんなことよりいっぱい来てくれたことが嬉しかったフフフえー、21時55分やばい待って今日のさ今日のえっほんとあなたにんて書いてもらってもらったえたえ待って 難しいですけどでも私はオタクアカウントとか作ってなかった人だったのでもう普通に普通にアカウントとかあのファンアカウントとか作らない作ってない人だったのでミルセンミルセンのツイッターとかはあったけどもうほんとツイッターの使い方本当に分かんない人だったのであのたととかもいなかったですしだから普通に「ももかちゃん」とかじゃないうん。 私がもしオタクアカウントを作ってたとしたら何て名前でやってたんだろうなでもなーたんだしなももたんとかかなうんどうだろう何でやってたんだろうや山田の方は使わないですね絶対に <laughs> 絶対に山田の方は絶対に使わないですねだってなぎささん「山田」って言うのかわいいけどいやかわいいんだけど名前呼ばれたいじゃん <laughs> 山もも説あでも山も,もは言われてたんだけどあのその周りには言われてたんだけど自分はその気に入ってなかったのでこのお仕事やってからみんなに言われてからあの山も,もっていうあだ名好きになったんだからみんなありがとうね <laughs> 今まで山ももそんな気に入ってなかったんだけど山も,もって言われるの好きになったそうモッサンは私の中学校 のの時の部活同じことつしか読んでないです <laughs> はいビワーテンありがとう桜餅パクパクフフフ若のぶと結婚していいよありがとうモンピーもいっぱいありがとねアイラブユーラブミージョイもいっぱいありがとう <laughs> そうこのショールームが終わったらちょっとコッキングフィーバーやりながらあのー、チョコパイのアイス食べるあと2分やばい10時の壁は明日からなのもっとやばい明日からっていうことなのでちょっと今日はちゃんと10時に終わりたいと思いますえか、ー、くえい、ー、てほしいももかの あとあの、29日に公開するって楽しみにしてるね。ちょっとあのお話会じゃちょっと見、見切れなかったから、みおちゃんの顔も見たかったから見えなかったから、ちょっと、楽しみにしてるね。保存するから。<laughs> しかも前のやつも実はちょっとあの洗顔みたいな、なんか、ん、完成しないやつもうちょっと保存しちゃったんですけど、ごめん、可愛かったから。 じゃあね、ちょっとみんなダン見ますね、一回。いきます。13位、ゆうき、ありがとう。12位、あんり、お茶、ありがとう。11位、にぐつ、ありがとう。10位、わらび、ありがとう。9位、もっぴー、ありがとう。8位、ふうが、ありがとう。7位、まかおのぶた、ありがとう。6位、いけんない、ありがとう。5位、いじんぼう、ありがとう。4位、いみゆありがとう。 さあ、ロブミージョイ、ありがとう。2ミナト、ありがとう。そして1位は、チクチクチクチカちゃんヒロネコ、ひろねこ <laughs> ありがとうね。ミナトとヒロネコタワーもありがとね。すごいちょっと今日は、すごい、早口でいっぱい喋っちゃったんですけど、まあいつもか。じゃあいいか。<laughs> ついてくれたかな。ということで皆さん、今回の配信はですね、クッキングフィーバーやってくださいっていう配信だったので、ちょっと、 お願いしていいしてですかあの私師匠なのであのみんなより先にやってるのでなんか分かんないことあったら聞いてもらって大丈夫なんであのちゃんとあのポテトあげ忘れる、ね、のやめあげ忘れないようにちゃんとやってねじゃあ皆さん